この辺が外交手腕でしょ今もう日本はガタガタだと将軍が死んででしかも1年って言ったら半年で言ったらビビるのやつだと要するに自分たちに有利に条約が結べると踏んだわけですよ。でしかも今度は蒸気船1隻砲破単語っていうのを一層増やしましたよ。蒸気船3隻に搬送のやっぱりでかいやつ3隻だから支配じゃなくて6杯になって。 プラス補給艦も3隻つけて艦隊増強してドロローって来たんですよ。1854年2月13日だから本当に半年しか経ってないですよまた裏側に来たんですよ大艦隊でね当然幕府大慌てでこれはもうドミンカ戦といかんって言ってで横浜に大隊城を設けたけどね これがまあ横浜の開港の始まりなんだよ。えー、で当時東海道の宿としては神奈川なんだよ。はい。だけどそこはまずいと、うん、あの国民も行き来するし、それなりに栄えた場所だから、うん、そこに招き入れちゃうと毎日のことがあるといかんって当時何もなかった横浜に大台地を作ったんだよ、えー。当時何もなかったんです、ね。うん。もうあのもう小さな漁村ぐらいだった横浜に。えー 大大寺を作ってでそこからまた引き延ばしで1か月ぐらい副官のアダムスと交渉が始まるんだよその間もペルリは出てこないんだよペルリはもうポーハタン号で横浜沖にずっと停泊してるんだよ、うん、このやつと幕府でもう折衝を重ねてで1か月後にもうこれは条約結ぶのやむなしと判断して でペルーに「ついに日本飲みましたぜ」って言って「そうか」って言って上陸してきたのがこの最初の絵なんだよ。うん「ペリーの横浜上陸」ってだからこれ2回目に来た時なんだよ。<ー>この時に500人ぐらい連れて上陸してきたんですよ。でもここはアメリカの水兵が回り囲んでうんこうやって幕府の役人がこうやってるとこ,ここにペリーが堂々と。 乗り込んできて<ー>でここであの日米和親条約を結ぶわけですよ。で下田行ったのはこのあとなんだよ。<ー>このあと下田行って、はい、下田でまたその日米和親条約の最速詰めてそれで下田条約っていうのを結ぶわけだよ。でその間下田漁船っていってところに滞在してたりだから下田に来たのは「SASUKE」なじゃなくて「ポーハ単語じゃないかと思っだよ。うん サナもいたけどその時の機関はねペリーが乗ってた機関はポーハタン号じゃないかなと思うというどうでもいい話なんですけど日米和親条約をこれで結んだわけだでその後ペリー艦隊は函館に行くんだよなぜ函館に行ったでしょう函館に行って松前藩の かろうと会談してるんですよ。へえ、会いた方がい,いかったんですか？行きた会 <laughs> いたかったんだろうな。会いたかったんだけど、あの他にも行くとこいろいろあると思うんで、まずさ、そもそもなんで裏ラに来たかっていう話にちょっと戻っちゃうんだけど、はい、当時外国船来るとこどこよ？ああ<ー>、デジマ？長長崎だけだったの窓口。長崎をわざわざ避けてるんだよ。 でそれはね、はい、あの長崎に行くとオランダが妨害するっていう情報が入ってるの。<ー>オランダはその当時まあ言われてみれば日本と貿易独占してるわけじゃない。うん、でアメリカがその貿易条約結ぼうとするのが面白くないから、うん、長崎でやるとオランダが妨害するからもう直に首都行けっていう話になって裏側に来たんだよ。そういういいろんな ことを考えてきてるわけだよ。くじらの補給地だけで来てるわけじゃないんだよ。捕鯨の。ってことは、当時脅威なのが、出島に来てる。オランダ。がもう中国に進出して来てる。イギリス。そして北から来るロシアなんだよ。な、やっぱり対ロシアの窓口として函館は重要だったんだよ。そういうことなんです、ね、だ。対中国で、沖縄が重要だったように、対ロシアで。 箱館が重要と考えて箱館に行って、箱館の港も開いてくださいって言うんだよ。えー、だけど、当然のことだから、松前藩は、うちだけじゃ決めれませんって言って、えー、幕府通してくださいが出るんですよ。<laughs> で、じゃあいいですって、<laughs> 帰ってくるんだけど、帰ってきて、それで下田に、そこでようやく下田に入るんですよ。で、しばらくそこで、あの、日米は新条約の最速詰めてるから、 まあみんな暇、船員たち暇してて、下田の両船寺っていうところに泊まったりなんかしてたんだけど、そこでまあいろいろな絵をハイネが描いてるんですよね。